スも皆さんよろしくお願いします。背景がクリスマスになってるね。こんにちは。かわいいこの色。やっほー、しげさん、タコお芋ちゃんラブレターありがとうございます。よいしょ。今日も一日頑張っていきましょう。きよ兄さん雪ありがとう。え、かわいい。これ背景、この背景に雪降るのかわいい。とっても。ゆみりんさんが卒業されたからもう、ちほくん、ちほさんだけの世界と信じてるって。お、でもね、千穂さんが引っ張っていく STU めっちゃ楽しみ。もうめっちゃ楽しみです。お話し会の受付は本日の13時まで。なんで受け継してるよよしてるよ。待ってるよ。かわいい。クリスマス、クリスマスリース、ありがとう。ガモさん、地獄さん、スノードーム、ジョージさん、スノードーム、コンジーさん、雪ありがとう。ヒヨ兄さん、雪ありがとう。ジョージさん、リースありがとう。ガモさん、ダルマ、ありがとう。リチャーさん、タコ、ありがとう。お話し会は13時までです。この13時まで受付の、13時まで配信をしたいと思います。思います。よろしくお願いします。12月だね。みんな12月にやりたいこといっぱいある。お、コサッサーさん、 STU48 ウォーカーの雑誌のサイン入りチェキはなっちゃんで申し込みました。え、ありがとうございます。こんにちは、みんな。来年のカレンダー注文して1月から12月まで全部なっちゃんにしました。嬉しい。みんなはしてくれたかな。みんなはしてくれたかな。こんにちは。メールってメールアドレスに来るの？メールアドレスに行きます。あの、なんかメールアドレスに来るタイプのやつと、なんかあのアプリで見れるやつ、どっちもある。2タイプあります。それは多分みんなで選べる。はじめまして、はじめまして。こんにちは。お、なべちゃんこんにちは。昨日は私ありがとう。メンバーとするのはのべちゃんが初。お、嬉しい。七並べぜひ
今月は私の誕生月でもあるので、私のカードで並べてくれたら嬉しいです。七並べよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。ちょっと配信しつつ七並べも並行してやっていこうかなみたいな、ちょっと私にそんな器用なことができるかわからないけど、ちょっと3分おきの12秒にタイミングが合いそうな時にポチポチ押しながらやっていくので、みんなもよかったら対戦できるかもしれないので狙ってやってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。皆さんはもうお昼ご飯食べましたか？私はさっき朝ご飯食べました。最近さ、千切りキャベツにハマっとって、私最近の趣味は千切りキャベツをチョレギサラダのドレッシングで食べることにハマってます。12月もよろしくお願いします。七並べ全然やってないから動くかな。よろしく。今ねイベントやってるの、推しメンランキングイベント、5位以内に入れたら韓国旅行ができるんです。なので頑張ってます。よかったら私のカードで並べてほしい。なっちゃん推しでよろしくお願いします。はじめまして、さとしさんこんばんは。こんにちは。9分12秒。そうだね、9分12秒が間に合うか分かんない。私いつもさ、携帯と他の端末、この端末でやってるからさ、ちょっと移動させて、12分からできるかな。12分からできます。3分おきの12秒、だから12分からいきます。あ、でもいけるかもしんない。こんにちは、はじめまして。天下海さん、雪ありがとうございます。12分12秒からいくね。皆さんが12月にやりたいことは何かありますか？私がやりたいことはツリーを5本以上見る今月の私のミッションはツリーを5本以上見ることです。決めた。今やばい、なんか目標、人生に目標設定つけると楽しいね。私の今月の目標はツリーを5本以上見ることです。なので、あのツリーを見たらみんなにメールで送りつけます。よろしくお願いします。楽しいね。でももう、あ、でもまだ12月になってからだから、まだあのね、12月になってからね一回ちょっとクリアにするね。もうなんか3本ぐらい見とる気がするけん、ちょっと密かにチャレンジ、ツリー何本見れるかチャレンジします。
ディセンバースターなっちゃう、嬉しい。ちなみに今週は木曜、でも今週なんかさ、今週でもうさ、もうさ5本ぐらいいきそうだよね。そんな気がする。それはそう。待ってます、待っててください。ボヨヨン星人さん、すごい名前。そう、12月になって宣言。なっちゃんと3回会うこと、え、嬉しい。目標絶対叶えようね。いや、あのね、写真のツリーはねカウントしない。あ、ちゃんとあのドーンってツリーがある状態を1とする。ウケる。タイムファイヤーさん、雪だるま、ホスさん、雪だるま、ありがとう。なっちゃんに3回釣られたい。それはじゃあお話し会待ってるね。来てくれなきゃ釣れないので、もっと待ってるね。こんにちは、13時までです、受付。こんにちは、やあやあ。あ、でもさ、あれよね、あのフランフランとかさ、フランフランとかダイソーに行ったらもうとんでもない量のツリーを見てしまうけんさ、なんかフランフラン通らん道とかで行かんにゃいけんね。あー嬉しい、かわちゃん、よしちゃん、よしちゃん。小さいのもカウントする。やけん、もう1日で達成するかもしんない。1日でやばいですみたいな、十何本もう見ちゃいましたみたいなことを達成してしまう。みきやくん、ハートありがとう。いやー、そうやな。うわ、なんか決めた方がいいかな。なんか体長何十センチ以上みたいな。あ、自分の身長より、自分の身長より高いを1とするにしよう。そうしよう。あ、ペンライト、私がペンライト切らしてたらダメだ。今七並べもね、配信しつつこう七並べもするっていうめちゃくちゃ器用な配信してます。3分おきの12秒で、今12分12秒の回をやっております。次は15分12秒の回です。ぜひポチポチしてくれたら嬉しいです。なっちゃんカードでよろしくお願いします。やばい、なんか黄色黄色の人になっちゃってる、ペンライトが。 Oh my gosh! Oh my gosh! おお、おお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 、あせあせあせ、はあ。こんにちは。自分の身長より高いツリーやと限られてるけど、だよね。だからそれだったら、それだったら12月中に5本見れるか見れないかって結構難しくない？なんかいいラインじゃない？なんか達成できそうでできないような。だから今月の目標はツリーを5本見る、でそれをみんなに送りつける。いいじゃん。じゃあ次15分12秒いきます。お、対戦ありがとうございました。キヨンありがとう、カードもセットしてくれてありがとう。いいね、3分12秒いいね、すごいいい感じに進む、いい感じに進む。お、ああ、またペンライト忘れた。せっかくだから12にしたらいいのに。いや12本。
ツリー12本ってこと？無理無理無理。もうあのなんかすごい海外のなんかクリスマス発祥の地とかにいかにゃ12本は見れん。オーマイガーシュ、オーマイガーシュ、こんにちは。大阪の直接つられ会楽しみにしてます。なんだよそれ、直接つられ会って。ツーショット楽しみにしてますよ。こんにちは。うわ、お久しぶりな気がする。忘れました。こんにちは。おパンチュ、おパパパ、おパンチュウサギ。オーマガー、オーマガー、オーマガー。対戦ありがとう。12月ですね。12月は14に公演があります。ちょっと一旦次の回を飛ばそう。その間にちょっとペンライトを交換する。あ、やばい。次は21分12秒でいきます。21分12秒。こんにちは。なんかすんません。いえいえ、アイコン設定ありがとうございます。みんなもあの私と対戦した時にあのペンライトを4本フリフリできるように準備しておいてくださいね。あのペンライトをなんか振るとまたそれでポイントがもらえるので、12月10日の福岡リアル会よろしくお願いします。おお、初対面。嬉しいね、嬉しいね。こんにちは。お家でもツリー飾ってましたか？ツリー飾ってました。でも私のお家はツリーを飾っているのにもかかわらず、あのツリーの下にツリーの下にはプレゼント置かないんですよ。私のお家に来るサンタさんはすごいなんかユーモアに溢れてて、いつもなんかあの置き手紙が、サンタさんからの置き手紙があって、あの宝探しが始まるんですよ。プレゼント探し、ヒントはこの辺みたいな、上を見てみようみたいな。一回さ、もうさ、あのお家のさ食器棚のさ、もう私たちが手届かんようなさ高い場所にさプレゼント置いてあってさ、サンタさんすごいみたいな、感動した。こんにちは。どうやら11回の対戦でした。ありがとうございます。カード私にして。こんにちは。一押しカード私にしなよ。そう、今からが楽しみです。お、姉も一緒に参戦します。嬉しい。こんにちは。お、くんさん、そういえば最近なっちゃんのアイコンよく出るし、デッキシェアも考えようかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ、デッキ
なっちゃんデッキ作り上げちゃってください。そんなゲーム性ありのサンタさん、そうめっちゃユーモアにあふれてる。だから置き手紙してくれるけん、私は置きなんかサンタさんのために、あの帰りお腹すかんようにサンタさんにあの飲み物とご飯置いてました。わあありがとう、みんな対戦お姉さん可愛いっすねって、なんかすごいなんかあのナンパ師みたいな人、お姉さん、あのお姉さん可愛いっすね、こんにちはいいね、お姉さんと来てくれるの、みんなもお姉さん連れてきて午後も仕事頑張ってきますね、なおこさん頑張れ、応援してる。今日は金曜日だからね、今日は金曜日だからみんな土日お休みの人は今日乗り越えればお休みです。少しの間でしたが配信見れてよかったです。今から仕事して行ってらっしゃい。姉もなっちゃんが気になるみたいって。え、嬉しい。お姉さんってことは？こういう時って姉妹って言ったらいいんかな、なんて言えばいいんやろな、難しいよね。こんばんは。謎解き仕掛けてくれるからサンタさんにもねぎらいの差し入れ、そうねぎらいって大事。誰かスペード、誰かスペードちょうだい誰かダイヤ出してほしいとかコメントしとる人おる。やったー、あー1位ありがとうございます、嬉しい。1位ありがとうございますおめでとう、ありがとうございますスペード余ってます、ハートと交換しませんか。うんうん、お疲れ様、お疲れ様。え、めっちゃいい、今日はお休みの中で一人回転寿司でも行くか、スシロー行きな、スシロー今ね、スシロー今おパンチウサギやってるよ、あの私めっちゃ行きたいの。お、ありがとう。七並べとか懐かしすぎる、タッキーくんやりましょう、私のカード持ってるでしょ1枚でも持ってるでしょ、私のカードで始めよう。今月あのボーナスタイムとゴールデンベッドタイムは絶対に毎日3分おきの12秒で並べてる。アールグレイさんハートありがとうございます。そう3分12秒いけるね、次は27分12秒です。こんばんは、直接対戦会、対戦ありがとうございました面白い、こんにちは。武蔵坊弁慶さんはじめまして。ちょっとね今回手札があまりよろしくないですね。
あ、ダメだ今回。ダメでした。ミカエルさんこんにちは、はじめまして。え、お寿司食べたい。お寿司食べたい。タシありがとう。お寿司食べ、めっちゃ早く終わった。危うくくら寿司行くとかやった。サンキュー。で、逆にスシロー近くにある？スシロー今めっちゃ行きたいの。あのね、おパンチウサギのね、おパンチウサギとコラボしててね、今ね、おパンチウサギのなんかね、飲み物買ったらねついてくるね。となんかエコバッグが、エコバッグがめっちゃ可愛いな。あ、やばい、次27分12秒。こうやって対戦が早く終わる時もあるよね。これが七並べって感じ。おばんちゅおばばばん。グッドです。この前初めてスシロー行きましたって。えっ、あのさ、スシロー行ったらさ、なんかさ、世界変わるくない？私なんかさ、なんか山口県の私のめっちゃさ、めっちゃさ、地元にさ、地元オブ地元にね、めちゃくちゃね、お寿司がね、めちゃめちゃお寿司屋さんが、回転寿司屋さんがいっぱいあるロードがあるんですよ。で、なんかいろんなお寿司屋さんが、回転寿司屋さんがいっぱいできて、最後にできたのがスシローだったんですよね。スシロー、なんかスシローのお店のなんか雰囲気が好きなんよね。なんかカリスマ性感じんおもろい。お寿司屋さん、なんかスシローのなんか店内ってカリスマ性を感じるんですよ、なんでかわかんないけど。いや、なんか多分私の先入観、スシローって都会にしかない、なんか都会、その時のイメージがなんかスシローって都会にしかないものだと思ってたの。だからすごい嬉しくて、スシローができるって聞いた時に。そうだしさ、なんかこの前たまごっちとコラボしてたので、今回おパンチウサギとコラボしてて、でコラボのセンスめちゃくちゃいいんだよね。でへ、回転寿司はわちゃわちゃしてるイメージ。そうやね、人が多いですね。お、さっき千穂さんと対戦したよって。わ、じゃあ千穂さん、千穂さんが今この七並びの中にいらっしゃるということは、私も対戦できるということ。うれしい。30分12秒。でへでへ。久々に開いたらシーズン12で止まってた。あら。ぜひよろしくお願いします。30いけるよん。いい感じだね。あの、誰もいなかった。誰もいなかったわ。七並び開こうって、嬉しい。よかったら私のカード1枚でも持ってたらデッキに入れて、お願い、お願い、絶対にお願い。数ヶ月前からガチハマりしてる。そう、七並べ可愛い。一応
てて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 てか、スシローのさ、コラボさ、もう終わっちゃったんだけどさ、たまごっちコラボの時のさ、パフェがめっちゃ美味しかったんですよ。だから今回もおパンチのやつ絶対美味しいだろうなと思って気になる。山口の冬の味覚も憧れます。山口の冬の味覚ってなんだろうね。フグって冬なのかな。フグって冬、なんかフグって冬の方が美味しい、美味しそう。今月は DD 期間でなっちゃんゆきりかにねたんうなうなあやパンでやってました。おいおいおい大変だなおいおいおい大変だな。でも一番最初になっちゃんって書いてくれるか、くれてるから好き。でも一番最初に私の名前書いてくれてるってことは、私の、私に費やす時間が一番多くないと許さないぞ、許さないぞ。フグはめっちゃ冬なイメージか。冬なのか。あ、冬なんだフグ。なんか確かに冬っぽいなんか冬の方がすごい丸々とした美味しいフグが取れそう。ダメだ、よそ見しながらやってたらもうとんでもないカードが残ってますね。バーストでさよならです。ギクってギクッとしてるんじゃないよ。え、ねこの中にさ、あの今さ、ま、多分子供たちはいないと思うから聞くけどさ、僕今年サンタさんしますよみたいな人いますか。サンタさん側の人間いますか。おるんかな。でも私もさ、いつかさサンタさんになる側になるのかなって思ったら、すごいなんか私さ、そういうサプライズとか大好きやけん、もういろんなこと考えちゃう。うわっすごい、たくさんたくさん当たれた。マチルダさん、ハシビロコありがとう、よろしく。対戦、おおい、モンバンさんお久しぶり。いろんな STU メンバーのルーム行きますが、やっぱりなっちゃんが一番ですね。ありがとう、嬉しい。特典会でクリスマスコスプレ考えてます。え、福岡来てくれるの。嬉しい。え、一緒にサンタさん、え、ツーショット撮ろうよ、サンタさん同士で。決まりだね。ボー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 、なっちゃんに対してサンタさんしますよ。嬉しい。私最近欲しいものがある今欲しいものがあるの。こんにちは。こんにちは。サンタさん来たらいいな私いい子に過ごしてたからサンタさん来ると思うんだよな楽しみにしてる、楽しみにしてよーっと。サンタさんになったら上手にプレゼント用意するスキルいりますね。そうだね。え、なんかさ最近さ、あ、お話し会で受け止まります、嬉しい、はい、4位でした。
こんにちは。七並べの歌歌いますね。じゃあ、あ、全然集まんなかった。ちょっと時間ずれたかも。あ、弾き飛ばされた。ベベ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 ベ。カルカンさん、雪の結晶ありがとう。こんにちは。リュウさんはじめまして。カイさんハート、ありがとうございます。なんか雪の結晶ってすごいかっこいいね名前かっこいいな。和彦さん、ハートありがとうございます。こんにちは。あー、はい。ね、なんかさ、私さ、七並べのさ、七並べの音声をさ、めちゃくちゃ前にさ、あの加入した当時以降にさ、なんか一回撮り直した記憶あるんだけどさ、声変わってるのかな、どうなんだろう、なんかわかんないや。みんなさ、七並べやってて、あ、なんか声変わったなって感じした？なんか全部撮り直したんですよ、みんな。みんなっていうか、みんな、みんなっていうか、みんな、そんな感じする？声変わり、声変わり。次は、36分が今やったから、あ、やばいやばい、見てみんな、見てみんな、終わった終わっちゃった。これバーストして、バーストしてさよなら。あ、反則負け、へーぺーん。次は39分12秒です。3912です。ここに貼っとるのが割れる。声より写真撮り直してもらって、え、でもよくない？よくない？なんかもうこれはさ、これでなんかあの初心に戻るみたいな感じで、私は好きだよ私は好きだよ。あのあれでしょ、対戦お願いしますって時の写真でしょ。もう私はもう一周回ってあれが好きよ。なんかすごい初期のまだ何にも染まってない、何にも染まっていない私の顔。え、全然あれなんだけど、やっほーん。いい子にしてました。自己申告はサンタさんに有効ですか？有効だと思います。ティネさん、チラチラ見されたトゥ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 。こんにちは。私の昨日恥ずかしかった出来事を今ここでちょっと供養してもいいですか？昨日ですね、コンビニでさ、なんかさ、何か頼んだ時にさ、なんかコンビニ受け取りしかできんさ、コンビニ受け取りしかできんやつあるじゃん。それでさ、私さ、コンビニをちゃんとさ指定してさ、あ、この店舗やなと思ってちゃんと時間も見て行ったんですよ。そしたらさ、なんかあの地味にさ、地味にもうちょっと遠いさ、
店舗だったんですよね。辛くない？でさ、ピッてやって、あ、じゃあこれお願いしますって言ってさ、店員さんにピッてしてもらったら、そう、あのね、ちょうどね、私がね、それをお願いしたのが、多分留学生、海外の留学生の方で、なんか多分まだ入りたての方で、すごい、あーみたいな、なんかすごい、どうやってやるんやろみたいな、探り探りな感じやったんよ。うわ、申し訳ないと思ってさ。申し訳なと思ってさ。でさ、なんか、そう、その方が他の店員さん呼んで、これってどうやったらいいんですかみたいな感じになったの。そしたらさ、でまたさ、そのよくわかる店員さん、知り尽くしてる店員さん、お店のことがさ、そうピッて読み取ってくれて、あのーって言われてさ、あのーこれあの店舗がここじゃないですって言われて、めっちゃ恥ずかしかった、ごめんなさい。本当ですかみたいな。でもさ、そう、どこなんやろうか、私どこと間違えちゃうんやろうか。そう、みんなもそんなコンビニでの恥ずかしかった出来事ってありますか？もう私を超えるような恥ずかしいエピソードがあれば、私は今日も強く生きていけるね。こんにちは、その違う店舗ですって言われました、違う店舗ですって言われて、ああみたいな。しかもさ、ちょっと私のせいでさ、後ろにさ列ができちゃってたから、ごめんなさいっていう感じで、ああみたいな、あすいません、いや待って、やばい、私より上のエピソードおる。セブンの紙クーポンをローソンで出しました。やばい、それ超恥ずかしい、超恥ずかしいね。え、ありがとう、なんか私今日も強く生きていける、お芋ちゃんのおかげで。まだ私の間違いは、だってちゃんとあのちゃんとセブンで受け取りだったかな、ちゃんとセブンで受け取りで、セブンイレブンには行ってるからね。よかった。でも確かにその間違いって結構私も起こしそうやわ、起こしそうやけん、この話聞いとってよかった。だって最近なんかよく紙のクーポン出るもんね、いろんなコンビニで。秋吉さん、ひよこちゃん、お手紙ありがとう。昔ビデオレンタルの返却店舗間違ったことある。ああ同じ間違いやね、店舗間違いってね結構あるよ。あ、でも私のね、私のお母さんもっとね、もっとすごい間違いしたことあるよ。なんか他弁でお弁当頼んでて、なんか一番近い、違う、なんか帰り道、お仕事の帰り道で行ける通る店舗に設定していたつもりが、なんかめちゃめちゃ遠い家から30分以上ぐらいかかるような店舗にしてて。でもさ、お弁当ってさ、頼んどったらさ、もうさ作ってくれとるわけやん、やけんさ、それを廃棄させるにはさいかんじゃんか。じゃけんさ、お母さんと一緒に、お母さん一回帰ってきて、私も一緒についてって、ちょっとドライブ感覚でお弁当取りに行った。うわー待って、めちゃめちゃ対戦してる。よしちゃん、にしちゃん、いずちゃさん、ありがとう。わ、カードみんな設定してくれて、なっちゃんパラダイスやないかい、みんな。あ、一人ちょっと違うパラダイスいるけど。ありがとう。
こんにちは、名古屋駅でおむすびピオリン買ったよって。何それ、新しいの出てる。ピオリンね、ピオリンめっちゃ美味しいよね、大好き。 T カードと D カード、うわむずっ。確かに T カードと D カードってアルファベット一文字違いやけん間違えそう。ポンタカード違うコンビニで出したことある。ポンタカードはローソンよな。マックでシェイキくださいって言ってしまった。シェイキはロッテリア。マックはシェイクなんか。マックシェイク、ロッテリアはシェイキなんや。みんなスペード、スペード集めてるよ。お、ダイヤの1、ダイヤの1、ダイヤの1置いちゃおう。ダイヤの1置いてくれてもええんやで。こんにちは。コンビニでのチケット発券は少しハードル感じる。すごい、なんかチケット発券って難しそう。あはは、天才。みんなダイヤの毛私が持ってるよ。大仙ありがとう。ほか太田さんこんにちは、田辺合わせに来てる。本当に？じゃあその方全員私のカードに設定してください。48分12秒いきます。武田さんハートありがとうございます。待って、強い。パスピーで新幹線乗ろうとしたことあるんで。パスピーだって、スイカ、スイカでは新幹線乗れるもんな。そのノリでな、パスペ乗れる、乗れるんじゃないとか思っちゃう。お、くんさんありがとう。パラダイス変更間に合わなくてごめんなさい。対戦しましょう。まだまだやりますんで。みんなペンライトも忘れずによろしく。こんにちは皆さん。え、でもなんか一番の MVP かもしれん今日の。パスピーで新幹線乗ろうとしたことある。かっけえ。かっこよくない？それはあの墓場まで持って行っていい武勇伝。面白い。こんにちは。パワーワードやな。しかもあのパスピーっていうのがね、いいわ。大仙ありがとう、ありがとう。1位2位だったね。七並べ楽しいね。でも私さ、人生でさ、なんかさ、塩と砂糖ってさ、なんかさ、時々あるじゃん。なんか塩と砂糖を間違えてなんか料理大変なことになりました。意外とそれって起こしそうで起こさんなとか思って。その間違い、あら大丈夫かしら。あら、これは火の用心？近くない？なんか近くじゃない？みんなも。みんなも気をつけようね。びっくりした。この辺の近くなんかと思った。冬は乾燥するから火の用心だよみんな。
マッチ一本果樹の元だからね。お、ここから参戦します。対戦しましょう。次は54分12秒ですね。え、すごくない？こっから参戦しますって言って一発目に当たっとるよ。すごいじゃん、天才、天才だね。リシュちゃん、土リソちゃん、ありがとう。ゆうきさんもありがとうございます。配信見てあれなのかな、合わせてくれてる人もいるのかも。だとしたら本当にありがとう。子供の頃お好み焼き粉で間違ってホットケーキミックス使ったらとても、うわやばい、ちょっとそれはきついかも。お好み焼き作ろうと思ってさ、お好み焼き粉やと思ってホットケーキミックス、うわー、え、それさ焼き上がるまで忘れとってさ、え、忘れとってっていうか焼き上がるまで分からんくて普通にソースつけて食べたってこと？ちょっと想像しただけでむしゃぶるい、やばいね。うわ、なんかやば、ソース味のパンケーキ、ホットケーキやばい、震える。青のりとか鰹節とかもかけちゃったり。ダイヤの銃、ダイヤの銃を求めてます。お、ナイス、ありがとう、大好き。みんなクローバー置いていいで。優しい、2位でした。優しい天才ラブ、いやすごい、1、2、3位でナッチアンパラダイス、天才だね、天才です。うちらって天才じゃん。次54分12秒いきまーす。うちら天才じゃん。1、2、3独占です。すごい、え、すごくない？押すタイミングバッチリじゃん、押すタイミングバツチリじゃん。2回連続で当たった方いますよ、すごいよ。今年の私は体調は崩してますね。あんまり今年は体調崩さなかったかなと思ったけど、比較的、いや比較的少なかった方なんかもしれない。でもなんか人生重ねるにつれて、あのやっぱり体調が悪くなる日が少なくなってきた気がする。やっぱりレッスンとかで運動したりするからだよね。なんか免疫力ついてる気がします。嬉しい。ふふふふふ、こんにちは。
今インフルエンザ流行ってるから油断しな、うわそうじゃわ。あ、あやばいですね、やばいですね。おお、三位、なんとか三位になれた。え、らしいね。なんか学級閉鎖とかさ、起きとるさ地域あるらしいじゃん。ね、次何分だ？57分か。学級閉鎖とか発生しとる地域もあるみたいじゃけん、そうじゃわ、気抜いちゃいけん。みんなも気抜いちゃダメだよ。ちょっとインフルエンザ本当に気をつけよう。うがい薬でちゃんとうがいもせんにゃいけん。てか私さ、この前さ、なんかね、あのうがい薬でうがいしようと思ってさ、あの持ってたうがい薬をさ使ったの。そしたらさ、もう喉に衝撃走ってさ、うわーってなったんよでさ、そのさ、え嘘やろみたいな、こんなうがい薬まずいことあるみたいな、こんな刺激強いことあると思って見たら、あのコップ一杯の水にあの3滴落として、なんか3滴落としてうがいしましょうってやつを、私そのまんま原液こんぐらいをガッてやってうがいしたんです。うん、そりゃやばいよねっていうなんだってさ、コップの水に3滴とか入れるやつよ、やばいよね。しかもなんかさ、普通に考えてめちゃめちゃ無駄遣いしてしまったなと思って、やっぱりみんな説明書はちゃんと読もうね。それに尽きる。もうやばかった、灼熱。もうなんか逆にもうこんなもう、いや菌呼び寄せませんてみたいなね、喉焼けるでみたいな。人生重ねるにつれて経験が出てきて体がないと、いやそれはそう。電化解散、雪ありがとう。ビャ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 。サインだった、サインだったよ。会社でこの前10人くらい休んでた。やばいね。クローバー、クローバーの5、クローバーの5お待ちしております。あ、やばい、終わった終わった終わった鍋、終わった鍋です、失礼いたします。終わった鍋さんですね、これは終わった鍋さんですわ。あるある？あ、結構このうがい薬のやつあるあるなんだ、よかった。私すっごいさ、もうそれがショックでさ、悲しかったんだけど、ああまたやってしまったと思って、悲しかったけど結構あるあるなんだ、じゃあよかった。じゃあ13時12秒いきます。あ、やばい、危ない。当たりました、ありがとう、ありがとう、はしびどこ。お、てちてちさん、つちすちゃん、ありがとう。じゃあこの次ので配信内で合わせるのは終了にしよう。この後もぼちぼちやってますので、3分おきの12秒。
なんかふとした時にね、3分12秒で合わせてやってるので、みんなも七並べやろうって思った時、3分12秒で合わせてみてください。ねその時間台の3分12秒から始めるけん、3分12秒、6分12秒って感じで、3の倍数の12秒でやってるんで、よかったらみんなもね、お今からやろうって時は3分おきの12秒で合わせてくれたら会える確率が高いので、よろしくお願いします。時々ランダムでもやってるんで、それで会えたらなんかまた激レアさんなのでそれもそれで嬉しいですね。こんにちは。あ、すごいファンレベルがすごいたくさん、皆さんもう上がってますね今日12月始まってありがとうございます。タイミング合わせようかと思ったらアラームが、あらま、ジョーカーもらっちゃう、ちょジョーカーもらいすぎたかもしれん。駆け引きが行われている。やばい、私反則負けになるところ1位にしてくれた、優しい。じゃあ次が3分12秒が配信で合わせるのはラストです。皆さんお待ちしております。こんにちは。当たりました、ケンケンパーさん。ありがとうございます。またまた対戦ありがとう。うわ、どれだろう、どれケンケンパーさん、ありがとうございます。じゃあ今日の配信はこんな感じで終了しようと思いますね。皆さん12月もよろしくお願いします。12月は誕生日月なのですごく楽しみです。え、そんな名前の人おらんよ。夜は配信しないです。今日は夜の配信はなしです。ティンバレラさん200回目の訪問ありがとうございます。よかったらぜひコメントもしてみてください。こちらこそよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。この時間なのに意外と配信してるメンバー結構いる。あ、そうなの、今日はみんなお昼の気分なんじゃない。間違えた、押すスタンプ間違えた、ごめんね。休みだから見慣れてラッキーだった、よかった。では壇上へ読みます。13位細さん、12位きよ兄さん、11位殿下会さん、10位おいもちゃん、9位武田さん、8位ガモーさん、7位ゆうのくん、6位カルカンさん、5位リチャさん、
4位秋吉さん、3位ジトクさん、2位タイムファイヤーさん、そして第1位ジョージさん、ありがとうございます。というわけで皆さん、今日も一日ありがとうございました。配信最後のあっち向いてホイいきますよ。せーの、あっち向いてホイ上今日も一日ありがとう。それでは今日もゴールデンベッドタイム、今日もゴールデンベッドタイム、3分おきの12秒で並べますのでよろしくお願いします。うわ待って、なんかめっちゃさ、めっちゃ見覚えのある名前の人がさ、なんか全然違うアットマークつけとるんやけど、最近見かけんと思ったけど元気にしとったんかーい。うわーうーわー、いなくなったと思ったら他のとこに逃げてたんだ。うわ、なんか最後にもやっとするみんなこういうことあるからね、ダメだよ。ではお話し会、みんな申し込んでくださった皆さんありがとうございました。待ってますね、楽しもうね。では引き続き七並べもよろしくお願いします。4日から多分ショールームイベントが始まるのでよろしくお願いします。みんなはなっちゃん一途でいるんだぞ。はーい、ではまた明日、12月もよろしく。バイバイ。